フレデリック・マイヤーフレデリック・マイヤーは、ドイツ、フランクフルト生まれの教育学者、哲学者。彼は、銀行家の息子として生まれ、当初は、ハーナウで育ち、後フランクフルトで暮らした。1936年、ナチズムの迫害を逃れて、アメリカ合衆国に渡る。数年、アメリカでは、孤児院で過ごした。この時期は、 彼の思想形成にとって強い影響を及ぼした。幸い、就学金を得て、南カリフォルニア大学で、哲学と教育学を学び、1944年学位論文を書いて、大学教育を終えた。その直後、彼は、数年サマーキャンプで、教育困難と言われる少年たちや飛行少年の、指導に当たっている。そこから、彼は既存の教育の生き方とは違う。 オルタナティブな方向を模索するようになったとみられる。1944年から1966年までカリフォルニア州レッドランズ大学で教鞭を取った。講師から始めて最後は教授として退任。この間、生涯の最後まで諸術活動に従事し、創造性、教育、ヒューマニズムをテーマに60冊以上の著書を執筆。中でも、 教育思想の歴史は出版的に最も成功を収め多数の言語に翻訳も出ている。指導的な学者の一人、全地球的なヒューマニズムをその学問研究の目的の一つと捉えていた。晩年1966年バハ廃教に入信した。マイヤーは名誉とは、 自分の国を愛する人のためのものではなく、全世界を愛する人のためのものであるという格言に、特に影響を受けたという。彼は、オーストリアのウィーンで亡くなった。ザトゥルー、テストオブザスクールイズザキャラクターザットエマージズ、フロムイット。その学校が、本物の教育を行っているか否かは、その出身者の性格ですそれと知れる。は、マイヤーの有名な言葉である。 2007年7月3日、彼の思想の歩みを研究し、またその考え方を広めるという目的で、彼の名を冠した学会フレデリック・メイヤー・ソサエティ・インターナショナルが、オーストリアのウィーンで設立された。ありがとうございます。